外国語のアナウンスといえば We will arrive at Tokyo Terminal in a few minutes. 英語のアナウンスが中心ですが、外国人観光客の利用が多すぎる線区では、英語のアナウンスだけでは不十分なのではないかという指摘もあります。そういった路線では、英語だけではなく、中国語と韓国語の2カ国語を加えて、4カ国語の放送案内を行っていることがあります。例えば、阪和線の関空奇襲次快速、大阪市内と関西空港を結ぶ重要な空港アクセス列車という役割を担っていながら、関西空港と無縁な和歌山方面へ行く車両を並結しており、関西空港へ行きたかった旅客を和歌山へお迎えするという犯罪級の誤乗を頻繁に招く原因となっています。そのため、関空奇襲次快速では、この電車は関空快速、関西空港行き、奇襲次快速、和歌山行きです。This is the Kansai Airport Rapid Service bound for Kansai Airport and Kishuji Rapid Service bound for Wakayama. 本次列车是关西机场快速列车，开往关西机场方向；济州路快速列车开往和歌山方向。이전철은관쿠쾌속간사이공항행기슈지쾌속와카야마행입니다。天王寺発車後、三国ヶ丘発車後、泉府中発車後と、日根の到着前の4回。どの号車がどこ行きかを告げる日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語での案内が入ります。もっと張り切っちゃったアナウンスの例だと、近鉄はやた、やたです。 This is やた、是田到了、やた意味だ。なんと全駅のアナウンスに日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語での案内を用意しています。皆さんの心の最寄り駅、やた駅は利用者数が1万人にも満たず、各駅停車しか止まらない単なる途中駅です。周辺に観光施設は当然ありませんし、未だに白線の内側と流す放送が残っているくらい時代の流れから取り残されている駅なのですが、そんな駅の到着前アナウンスでも4カ国語での案内が用意されていたりします。といっても近鉄の場合、自動放送で流す言語の数は車掌さん次第で変更できるようになっています。通勤電車において4カ国語での案内が必要な場面はさほど多くないため、実際に流されるのは日本語と英語の案内ばかりで、中国語と韓国語の案内はあることにはあるのにほとんど使われません。近鉄レベルで観光客がそこそこ乗る電車でも、空気を読んで流す程度でしか使われない4カ国語での自動放送。ところが JR 西日本には何を読み違えたのか、4カ国語での自動放送が始発から終電まで各駅のアナウンスで流れるという観光客への案内に異常な熱量を注ぐ車両があります。今回は和歌山線227系車両の自動放送に迫ります。和歌山線227系電車は、老朽化していた和歌山線の105系電車を置き換えるため導入された通勤型車両です。まずは105系のアナウンスを少しお聞きください。まもなく橋本です。すべてのドアが開きます。南海高野線はお乗り換えです。 Attention please. We will soon be making a brief stop at 橋本。Passengers transferring to the Nankai Koya line, please change trains at Hashimoto. 次は西加世田です。2両目の車両はドアが開きません。1両目運転席後ろ、一番前のドアからお降りください。切符は目的地までお買い求めください。お聞きいただいたのは、南海電車との乗り換え駅である橋本駅の放送と、何の変哲もない途中駅、西加世田駅の放送です。ちなみに西加世田駅は和歌山線で最も利用者が少ない駅であり、1日の利用者数は100人を下回ります。105系が運用されていた時代は日本語放送のみのところが大多数であり、英語放送は一部の主要駅や観光地の最寄り駅に到着する前のみ流すという形をとっていました。これが227系電車になるとこうなりました。橋本です。南海高野線はお乗り換えです。We will soon arrive at 橋本。橋本。Please change here for the 南海高野 line. 列車即将抵达桥本。桥本。可换乘南海高野線。
잠시 후 정차하역은 하시모토, 하시모토입니다. 난카이 고야선은 갈아타시기 바랍니다. 次は 西加世田, 西加世田です。 後ろの車両のドアは開きません。 前の車両、一番前のドアをご利用ください。 The next stop is 西加世田, 西加世田。 下一站西利田, 西利田。 다음역은 西加世田, 西加世田입니다。 やりすぎです。 完全に力を入れすぎています。 和歌山線227系電車では 日本語、英語、中国語、韓国語、4カ国語での案内放送を各駅発車ごと各駅到着前に行うという異例の対応が取られています。確かに和歌山線は和歌山市街や白浜など和歌山県南部の観光エリア及び京都、奈良市内から高野山へ抜ける時の最短ルートとなりうる路線であり、観光客の利用も少なくはありません。 だからといって各駅で4カ国語での放送案内を実施するというのは明らかに力が入れられすぎています。その背景には自治体が推し進める外国人観光客へのおもてなし政策が絡んでいるようです。なお、広島エリア、岡山エリアを走る227系電車は日本語と英語、2カ国語での案内が基本となっています。 では、日本語、英語、 中国語、韓国語で放送で案内される内容の違いを見ていきましょう。日本語のアナウンスで流れる内容を10割とすると、英語アナウンスが5割くらい、中国語と韓国語は2か3割程度の案内しかなく、言語が変わるにつれて内容が減っていきます。日本国内のアナウンスでは和文直訳を行い、日本語で流した内容をそっくりそのまま訳した翻訳を垂れ流し、何も外国人に伝えたいのか、 ついぞわからない外国語放送が多い一方で、和歌山線の227系電車は外国語放送では必要な案内のみを流すように情報の取捨選択を行っている点が最大の特徴です。例えば朝夕のラッシュ時間帯に運転されている快速電車の車内放送の場合、コカワ、コカワです。コカワを出ますと次はウチタに止まります。 キーナガタ、シモイサカ、フナト、キーヨグラ、ホシヤ、センダ、タイノセにお越しのお客様は、後の普通電車、和歌山行きをご利用ください。お降りの際は足元にお気をつけください。Thank you for traveling with JR West. We will soon arrive at Kokawa. Kokawa. After leaving Kokawa, we will stop at Uchita. 列车即将抵达粉河。 列车驶出粉河后, 下一站将停靠打田。 잠시 후 정차역은 고카와, 고카와입니다. 고카와를 출발하면 다음은 우치타에 정차합니다. すべてのドアがご利用いただけます。なお、ドアは自動では開きません。 ドア横のボタンを押してドアをお開けください。切符、運賃は駅でお渡しいただくか、集札箱においでください。 日本語放送では到着駅名、次の停車駅の案内とともに普通電車への乗り換えを促す案内が入り、さらに開くドアの案内もあるのに対し、英語放送では挨拶、到着駅名、次の停車駅のみに案内が減り、中国語と韓国語ではさらに挨拶も削られて到着駅名と次の停車駅しか案内しません。このように日本語放送は必要以上の案内を行いつつ、外国語の放送案内では 重要な情報のみをかいつまんで案内しています。というか、和歌山線227系電車の4カ国語放送において、英語、中国語、韓国語のアナウンスは次の駅名と乗り換えしか基本的には案内しません。なので、外国語放送はかなり短く、聞いていてもストレスはありません。 やたです。 空港連絡路線をしのぐ力の入れ方で4カ国語放送を充実させている227系電車ですが、さすがに毎日通勤通学で利用する電車で日本語以外の言語のアナウンスがこれだけ流されるとうるさいというクレームが入ったらしく、2021年頃に放送の内容がアップデートされ、外国語放送の内容が見直されました。それではアップデートの内容を確認しましょう。元々の放送がこちら。 次は JR5移動、JR5移動です。The next stop is JR 5移動、JR 5移動。下一站JR5味堂、JR5味堂。 다음역은 JR 5移動、JR 5移動입니다。
アップデート後の放送がこちら。次は JR 五移動、JR 五移動です。The next stop is JR 五移動。下一站 JR 五味堂。다음역은 JR 五移動입니다。ズバリ英語、中国語、韓国語のアナウンスで駅名を読み上げる回数を2回から1回に減らしました。それだけです。マジでそれだけでした。4カ国語放送はどうしても流したいらしく、内容変更後も誤差レベルの修正をかけただけでしっかり残してくれました。さて、投稿者のヤタ鉄はいわゆる音鉄という鉄道に関する音が大好きな変人です。4カ国語放送も好物の一つなので、中国語、韓国語の案内放送が少しずつ広まっていることをかなりワクワクしながら見守っています。そこで提案したいのが和歌山線227系電車のような案内放送のスタイルです。日本語放送では好きなだけたっぷりと喋ってもらい、外国語放送では必要最低限の案内を流すようにする。こうすれば案内放送の尺はそれほど長くならないため、より多くの言語で案内を行うことに実務上の問題がないように思います。日本の訪日外国人は中国語や韓国語圏からの観光客が大多数を占めており、これら2言語での案内を普及させることは鉄道会社にこれから求められるアナウンスの改良点でもあると思います。4カ国語放送がもっと広まることを願いつつ、この動画を締めたいと思います。ほなまた。